千葉市民会館は、千葉県千葉市中央区に所在する多目的ホールである。千葉市の文化施設の中核となる施設。大、小ホールや会議室等があり、コンサート、演劇、講演会、企業の研修会など、様々なイベントに使用されている。イメージフラワーは、コスモス、千葉市民会館通信、コズメ屋を毎月発行している。建物は、地上4階。 地下1階からなり、地下1階には、講演会、研修会、ピアノ発表会等で使用される小ーホール、シャワー室完備の楽屋があり、1階には、第6楽屋、受付、ラウンジ、2階には多目的ホールとして利用できる、大ホール、3階と4階には会議室が整備されている。1996年には、千葉市が東京フィルハーモニー公共楽団と提携を、 行行っってており室内楽コンサーート千千葉葉定期シリーズを千葉市民会館で行っている大ホール2階にある多目的ホール定員1一席内医者椅子スペース5席舞台ホワイエがある小ホール地下1階にあるホール定員316席舞台ロビー専用控室がある会議室3階に4室4階に5室ある楽屋地下1階に5室 一階に一室ある。ショップ1963年まで国鉄千葉駅があったため、駐車場入り口に、ここに千葉駅ありきと刻んだ石碑が立っている。ありがとうございます。